では明日6レースルーキーシリーズ走られます、北海道の小堀選手です。よろしくお願いします。お願いします。今回は久しぶりで同期のレースになりますけども、やっぱり意識っていうのはありますでしょうか？そうですね、やっぱり先に上に上がった阿部君と森田君がいるんで、まあ、それに向けて、まあ、意識しながら練習はしてきました。ここまでルーキーシリーズと 本デビューしてから振り返っていただいて、まあ、今優勝は1回だと思いますけども、はい、振り返っていただいて どうでしょうか？まあ、詰めが甘いなっていうのは思いますし、まあ、決勝まではいけるんですけど、決勝上がってからの走り競争がすごい小さい走りが多いかなっていうふうに思うので、そこが今の課題かなと思います。まあ、先ほども森田さんの名前もありましたけども、はい、森田さんとここで慶応学のミッドナイトはですね、決勝、まあ、1着2着ということでしたけども、やっぱりそのリベンジもっていう形で。そうですね、リベンジはしたいですね。小堀さんは先日の地区プロでエリミネーション優勝されてましたけども、はい、地区プロはちょっと話が変わりますけど、どうでしたか？はい、やっぱ普段会わないような先輩たちとも会うと思いますけども、はい、お会いさせてもらいましたし、まあ、北海道の雰囲気もすごく良かったんで、チームとしての雰囲気が良かったんで楽しめたかなと思います。まあ、来年は全プロで、そうですね、全プロも地元地区の青森なんで、そこでもしっかり結果残せるように頑張ります。で、まあ、ご自身の競争なんですけども、はい、まあ、お客様がここを注目して見てほしいっていうポイントとかっていうのはありますでしょうか？まあ、何でもやるっていうスタンスで一応やってるので、まあ、明日どうなるか分からないんですけど、しっかり流れだけは見逃さないようにしていきたいなと思います。で、明日のレースは北日本はお一人になりますけども、どういうふうに戦われますでしょうか？短期で自力でしっかり頑張ります。わかりました。では、最後に明日への意気込みをお願いします。精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。